はい、じゃあ、今日の第3部、和人伝ですね、21回になります、公共につきまた、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、はい、和人伝の文章を読みましたね。奥室あり、父母、兄弟、ところをことにし、画足するということですよね。奥室ありということで、奥室とはどういうものかということはですね、白川先生の白川静香博士の実のですね、はい、解釈をもとにですね、奥と室についてのお話を申し上げました。語源の話ですね。さて実際にですね、魏志倭人伝の時代の和人がどういうところに住んでったかということでですね、竪穴式住居のですね、あの写真をお見せしましたよね。はい、はい、いいです。はい、さて竪穴式住居というのはですね、はい、具体的にはね、広大な面積の中にですね点々と集落があるわけですよね、はい、一つの集落の例をですねここに持ってきまして説明いたしましたね。これは丘陵地ですね。そうですね、ちょっとこう小高い丘の低いところは11メートル、高いところは14メートルですね。この一番頂きのところにですね、点々と竪穴式住居が13軒あったわけですよね。その脇には建物の貯蔵庫が、食物の貯蔵庫があると、はい、それは斜めの斜線になってるのがそうですよ、小さいね。点々のがですね竪穴式住居ですよね。ここではたまたま工業の丸い形の竪穴式住居でございましたけどね、一般的には区形の横中のものが多いということをですね図を書いて説明しましたね。これはそうですね。ああ、はいはい、で工業はここに示したこの図のここは芝屋三の坪のオスという住居ですよね。ここは宝業のものが揃っておりますけど、一般的にはね、ここに示したような長形のものですよね。さて、はい、こういう住居でですね、具体的にどういう形で日常を過ごしてきた、日常を過ごしてきたかということをですね、はい、前回ですね、まあ一般的には予売の豚と言われるものをですね、ちょっとですね、はい、お示ししました。今日はですね、もっと詳しくですね、もう一度ですね、説明申し上げたいと思いまして、前回読みだけいたしましたけどね、それをですね、ここでお話申し上げたいと思います。山の上の奥らの貧窮問答家でございますね。有名な方ですね。まあこれにつきましてはね、高木一之助先生が岩波書店から出しております古典文学全集に解説を書いておられます。堀内信夫という、これは民族学者でございますけれど、この方がですね、顔で処方新社から出てるですね、やっぱり全集にですね解説を書いておられます。その他何人かの方がですね解説を書いておられますよね。例えば土屋文明という方は有名な歌人なんですよね。ですから
ヤクは非常に重霊でございます、ね。しかし我々はですね、ここで勉強をするのは歌を解消するためじゃありませんからね。どういう具体的な生活を和人天の時代の和人はやっとったかということをですね、理解するために読むわけでございますね、はい。和人天の時代は3世紀なんですよね。万葉集の時代はできましたのはですね、8世紀でございましてね、書いてある中身は主として7世紀のですね、生活なんですよね。ああ、じゃあ。ですからね、400年の差がありますよね。なるほど。しかし、古代のですね、時間の流れはゆっくりでございますからね、あんまり急な変化はございません。ただ、はい、着物などはね、多少、進化してますね。前に申し上げました、あの、魏志倭人伝の時代はですね、男はですね、裸でですね、ね、入れ墨を入れてですね、ね、顔はですね、芸面ですね、ブツブツの点々を入れて、したがって、まあ、異様な風体ですよね。しかし、それは、刑として入れ墨を入れてるんじゃなくてね、それは飾りとして入れてるわけですよね。したがって、卑弥呼の家臣の銅像たるなし目あたりもそれを入れてってですね、魏の朝廷にですね、使者として行くわけですよね。ただしその時代の一般庶民はどういう服装をしてったかというと、前にも文章をですね、読んで説明いたしましたようにですね、体に布切れをぐるぐる巻いてるだけですよ、男はね。女はどうかというと、関東着と言いましてね、関東着。長いですね、縦長の織物の真ん中に穴を開けましてね、ここから首を出すんですよね、女性が。いわばサンドイッチマンのようにですね、前後にですね、布切れをですね、垂れ下げとるわけですよね。そして脇っちょをですね、紐結びをするぐらいの、そんな服装ですよね。和人伝の時代から400年下がった万葉集の時代は多少は進歩してるんですよ。でしょうね。多少は進歩してます。それをちょっとですね、あの、注意しながら読んでまいりますけど、まずここからいきますよ。綿もなきと、綿もなきと書いてございますけれど、この時代はですね、日本に文字がありませんからね。ああ、そうか。漢字を借用するんですよ。で、漢字の音を借用するわけですよね。はい。漢字は表意文字でございますけれどね、表音文字として借用するんですよ。はい、だから意味は考えない方がいいですね。しかしですね、意味を考えなくちゃいかんですね、文字の使い方もするんですと。一部はね、表意文字として使いまして、それをですね、訓読みにいたしまして使っておりますね。はあ、なるほど。この中にもですね、そういったところが2、3ありますね。へえ、だから面倒くさいんですよね。じゃあここからいきますよね。綿もなき、綿というのは、これは訓読みですよね。綿もなき、綿も入ってないような布かたぎ布、布かたぎですよ。布かたぎ布というのはこういうですよ。かたぎ布。なるほど。かたぎ布と言いましてもね、平安時代、いや、室町ですね。室町時代の末期から武士はですね、略装として、かたぎ布を着ることがありますよね。織田信長あたりがですね、肖像写真見ますとね、かたぎ布を着てですね、この正面に門を入れてますよね。そういう肩切りじゃないんです。古代の人たちの肩切りと言いますはね、袖のない、ね、短めの、短いですね、まあ服ですよね。
どう言ったらいいんですかね、まあ、あの夏場にですね、ノースリーブですよね、じゃあ。ノースリーブのシャツはですね、今ノースリーブはあんまり急からいませんけど、昔よくいましたよね。うん、あの寅さんあたりがですね、映画の中で見ますとね、あの露店で単価買いするときにですね、夏場はですね、袖のないですね、シャツを着てですね、あの工場に乗れてますけどね、あんな感じのシャツ、ね、あ、分かります分かります、うん、その片桐なんですね、うん、武家の着る片桐じゃありませんよ、ね、古代の方の片桐は袖のないシャツなんです。着物は着物なんですね、袖のない、ね、着物ですね、それも綿が張ってない、履いてない、綿もなき布片桐の見るのことと言っておりますけどね、これはね、こういう字を書きますね。海の松、海岸線にですね、松並木があるところありますよね。ああ、もちろん、ね、それは潮風に吹かれましてね、松がですね、ね、まあ、痩せてですね、ああ、そうかそうか、栄養がね、バラバラになってますよね。なるほど、ね、垂れ下がってね、はいはい、吹き散らかされてですね、バラバラになってます。そういうこと言ってですね、野方昭夫のビルのごと、わわけ下がれる。つまり、海岸線の海風にですね、吹かれて垂れ下がってる。ね。わわけ下がれる。かかふのみ。かかふというのはですね、これボロボロっていうことですね。ボロボロね。ボロボロ、ランルですね。かかふのみ。肩に打ちかけ。ボロボロのですね、服をですね、ね、肩にかけて、不正用の、曲げ用のと書いてございますけどね、不正用というのはですね、高木一郎先生は、不正用。不正用。ね。倒れかかったような小屋という意味ですよね。あ、まあ、みすぼらしい雰囲気が出ますね。倒れかかったような家。それから、曲げ色というのは、曲げるね。もう曲がっちゃってですね、ね、崩れんばかりという意味で、解釈していただきたいと思います。これは民族学者の折吉信夫先生はですね、不正用は、掘ったて小屋とか言った。あ、なるほど。曲げ法は、かまぼこ小屋とか言ったりますね。しかしですね、まあそれはですね、あまりにもですね、現代的すぎましてね、うん、前吉の時代の雰囲気は出ませんからね。そうですね。取り入れたいと思いますけれど、ここでは竹木一先生のですね、見解のようにですね、不正法、ね、崩れかかったような、うん、貧しいですね、小屋だと。曲げ表、曲がった、倒れかかった、ね、崩れかかった小屋と、ね。まあ大変な小屋ですよね。そうですね。不正表の曲げ表のうちに、日立市というのはですね、地べたに直接ですね。地べたにね。地べたに直接に、藁、時しきて、藁をですね、引いてですね。藁を引いて、父母は枕の方に、猫どもは足の方に囲みいて、憂いさまよい。土の上にですね、藁を引いてね、そうですね、そこで寝るんですよ。なんて板の間じゃないですもんね。父母は、枕の方に、猫どもは足の方に
自分を中心に囲んでですね、熱烈というですね、まあ、哀れな状況を歌ってるわけですよね。で、憂い、さまよい、ね、憂い、それから嘆いて、かまどには、かまど、かまどというのはご飯のかまどですよね。はい、ご飯もかまど、ね、かまどには、ほけ、吹き立てず、ほけというのは湯の気が立てない。つまり、米がないから炊けないんですよ。ね、ほけ吹き立てず、古式には、古式というのはですね、ご飯を蒸す、古式ですね。ご飯を蒸す機械。古式には、蜘蛛の巣かけて、長いと使ってないからね、蜘蛛の巣が張っとるわけですよね。蜘蛛の巣かけて、いいかしぐ、ことも忘れて、ご飯をですね、炊くことも忘れてるわけですよ。ね。米がないから炊けないわけですよね、貧乏で。いいかしぐ、ことも忘れて、ぬえそりの、ぬえそりというのは、ぬえそりというのは、語字を書きますけどね、ぬえそり。ぬえそりというのはですね、細い声でですね、悲しそうに鳴く鳥、ぬえそりという鳥がいるんですよね。ぬえそりの、のどよいおるに、のどよいおるというのはですね、細く、悲しく鳴くということを言ってるんですよ。のどよいおるに、糸のきて、糸のきてというのは、特別にという意味でございますけど、糸のきて、短きものを、はし切ると。短いものをですね、さらに短くするという意味で、ここではですね、ね、貧乏がですね、ますます貧乏になっているという意味に、理解していただく言葉ですね、比喩的表現なんですね。あるいは悪いことが重なっている上に、悪いことがまた重なるという意味に理解していただいても結構でございますね。短いものをさらに短く切るということは、無理に見るをですね、重ねるということでございますからね。貧乏がまあ、ますます貧乏に、悪いことがまたは重なって悪くなる。こういう意味ですよね。はい。言えるがごとく、下戸取る。下戸というのはですね、これは細い小枝でございますけどね、ここでは無視なんですよね。無視ですか。無視。下戸取る。佐藤さが声は寝宿まで。50校ですね、当時、利と言ったの、利。ね。50個の長をですね、佐藤さと言うんです。ね。50件をですね、支配する長を、佐藤さ。佐藤さが、声は、寝宿まで。来たち、呼ばいぬ。来たち、呼ばいぬというのは、なぜ来たかというと、ね。税金を納めてないぞという。ね。取り立てに来たんですよ。なるほど。ね。佐藤さんというのはですね、刑事警察権もあるんですよ、当時の佐藤さんはね。ある程度の刑事警察権もありますし、それから税金を取り立てるですね、権限と責任があるわけですよね。したがって、滞納するやつのところはですね、督促に行ってですね、無視で叩いてでもですね、出せないかわけですよ。ね、寝宿まで、来たち呼ばいぬ。寝とるとこまで来てですね、どんどん叩いてですね、呼び出すわけですよね。書くばかり、すべらきいものか、世の中の道。世間は、なかなか厳しい、生きがたい。そうですね。その貧乏人の状況を言ってるわけですよ。そうですね。魏志倭人伝の時代のですね、庶民の生活をですね、想定していただきたいと思いますね。もっとひどいかもしれないですね、でも。そうですね。はい、もっと素朴な形でございますから、もっとひどいと思います。はい、魏志倭人伝の時代はですね、文献資料がございませんからね。万葉集をお借りいたしまして、お話申し上げました。はい、ありがとうございます。